千葉県によりますと、昨日正午過ぎ、捜査市の養鶏場から飼育しているニワトリが複数死んでいると連絡があり、遺伝子検査を行ったところ、h5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたということです。このため、県はこの養鶏場のニワトリおよそ3万9000場の殺処分を進めることにしています。千葉県内の鳥インフルエンザの発生は去年12月末から。 千葉県内の鳥インフルエンザの発生は去年12月末から全体のおよそ38%に当たる467番場になります県はこの養鶏場から半径3キロを鶏や卵の移動を禁止する移動制限区域に半径3キロから10キロをその地域からの出荷などを禁止する搬出制限区域としましたまた養鶏が盛んな捜査士や 旭市の道路の消毒を行うなど防疫措置を進めるとともに県内すべての養鶏農家に対して改めて注意を呼びかけています。